高性能版ゴルフ、改良間近バリアントも確認。ドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンは、ゴルフ R の改良新型を2024年に発売する見込みだ。今回、サーキットでテスト走行を行うプロトタイプが目撃された。ゴルフ R は4輪駆動の高性能モデルで、 大発生代の標準型ゴルフの大規模改良に合わせて内外装を一新するとみられている2021年に登場した現行型ゴルフ R はフォルクスワーゲンおなじみの EA288 型 2.0L4 気筒ターボエンジンを搭載し最高出力 320PS 最大トルク 42.8kg M を発生する。改良でエンジンが強化されるかどうかは不明だが、今年初めに発売された特別使用者ゴルフ R333 の、出力が 333PS にアップしていることを考えると、その可能性はある。今回、ハッチバックのゴルフ R とステーションワゴンのゴルフ R バリアントの2台が、 ニュルブルクリンクを周回する姿がカメラに収められた。スリムなヘッドライトの採用や、わずかに大きく見えるロアバンパーなど、エクステリアに手直しが入っていることが確認できる。このプロトタイプは19インチのホイールを履いているように見える。写真ではわかりづらいが、現在パフォーマンスパックで設定されている大型リアウィングと、 アクラポビッチ製チタンマフラーも装備されていた。インテリアは大きく生まれ変わるだろう。フォルクスワーゲンはゴルフのインフォテインメントシステムが抱えている使い勝手と信頼性の問題を解決しようと動いている。別の場所で目撃されたゴルフ GTI のプロトタイプの写真を見ると10.4インチのデジタルメーターディスプレイや 新しい12.9インチのタッチスクリーンが装備されていることがわかる。オプションでは15インチのインフォテインメントスクリーンも設定される可能性が高い。新型のパサートとティグアンではメニュー構造を簡素化するなど使い勝手を改善したというインフォテインメントシステムが搭載されている。また、 エアコンとオーディオの音量調整用タッチセンサー式スライダーに、照明を導入し、夜間でも扱いやすいようにした。標準のゴルフの改良新型は来年初頭に登場する見込みだが、ゴルフ R はその数ヶ月後に登場する可能性が高い。大発生代ゴルフはガソリンエンジンを搭載する最後の世代となり、 続く第9世代は EV、電気自動車となって、2028年頃に登場する予定だ。